2022年の1月末、サンフランシスコジャイアンツなどで活躍したバリー・ボンズは野球連盟の記者投票で落選した。シーズンホームラン記録やキャリアホームラン記録、7度の MVP 受賞など殿堂入りに至る数々の成績を収めてきたボンズだったが、やはり薬物問題がネックとなったわけである。さて、ボンズの落選から遡ること約130年、球界で初めてステロイドが使われたらしい。その選手の名前はパッド・ガルビン。犬やモルモットの睾丸から取ったエキスを体に注射していたというから驚きなわけだが、今回はそんなガルビンについて紹介していきたいと思います。今回の動画の主人公パッド・ガルビンはメジャーリーグで初めて300勝を達成した投手である。彼のプロ野球選手としてのキャリアは1874年から残っているらしい。ただ、どのチームも所属していたリーグが、現代ではメジャーリーグとしてみなされていないため、ガルビンの大リーガーとしてのキャリアは、当時所属していたバッファロー・バイソンズがナショナルリーグに加盟した1879年からということらしい。なお、アメリカ野球学会によると、1876年、ガルビンは野球史上初めて完全試合を達成したとか、そういった偉大な功績が評価されて、1965年、彼はベテランズ委員会によって野球殿堂に選出される。球界初のステロイド使用者が野球殿堂に入っているのだから、まあ、そのうちバリー・ボンズも選ばれるかもしれない。ところで、ガルビンはジェントル・ジェームスというあだ名があるくらい、紳士的で笑顔を絶やさない人物だったらしいのだが、誰よりも先駆けてステロイドを使うくらい大胆であった。1879年、バッファロー・バイソンズで66試合に登板し、37勝を挙げたガルビンは、そのオフに、シンシナティ・レッドストッキングスの選手を中心に構成されたチームに加わり、カリフォルニアへと遠征する。遠征の後も、ガルビンは、カリフォルニアに残り、地元のチームと契約するのだが、それは、値上げ交渉で、バイソンズを脅すことが目的だったらしい。その後、バイソンズは、新たな契約を提案するのだが、カリフォルニアのチームとの契約が残っているガルビンは、脱走を決行する。偽名を使って、脱出を試みるも、一度逮捕され、釈放が拒否されると、再び脱出を試みたという。ガルビンは、カリフォルニア州とネバダ州の境界あたりで汽車から降り、砂漠を徒歩で進んだらしい。そして、砂漠を歩いているうちに、靴が焼け落ちそうになったとか。このエピソードは、ガルビンが、まだ23歳ぐらいの時のことなのだが、無事にバッファローにたどり着き、彼のキャリアは続くことになった。また、ガルビンは牽制の名手としても知られていたという。彼の牽制は、ジャンピンジャックと呼ばれ、少々反則気味で、物議を醸すこともあったらしいのだが、それは置いておくとして、ガルビンが、どれほど、牽制の名手だったかを示すエピソードがある。1887年8月のある試合で、ガルビンは相手の選手に、俺が誰かを捕まえるところを見たいか、と尋ねたという。やってみろと言われたガルビンは、バッターをわざと歩かせ、すぐさま牽制でアウトにしたらしい。また、別の試合では、ノーアウト、満塁の場面で、すべてのランナーを牽制で仕留めたこともあるらしい。まあ、こんな感じで、ガルビンのキャリアにおいて、興味深い部分をピックアップしてみたわけだが、正直どうでもいい。本題は、球界で、彼がステロイドを初めて使ったということである。そういうことで、次はそこら辺のところを紹介していきたいと思います。ガルビンのドーピング使用が明らかになったのはつい最近のことである。それを発見したのはロジャー・エイブラムスという大学教授で、彼は2008年に出版されたダークサイド・オブ・ダイヤモンドという本の中でこう書いている。ガルビンは初めてステロイドのような物質を使用し、パフォーマンスを向上させたことが知られている。2006年に行われたインタビューによると、エイブラムス氏は野球における不正問題についての本を執筆中にこの事実を知ったらしい。この2006年というのは、ボンズがステロイドなどを使用していることを告発したゲームオブシャドウズという本が出版された年でもあり、こういった薬物問題が注目を集めていたということである。
さて、エイブラムス氏は本を執筆するための調査中に1889年のワシントンポストの記事でこんな文章が書かれていたのを発見する。いわく、ガルビンはブラウンセカール万能薬のテストに参加したうちの一人である。この薬の効果を認めないなら、昨日のボストンとピッツバーグの試合を参照してほしい。これは、この薬の効果を証明する最高の証である。ちなみに、そのボストンとピッツバーグの試合で、ガルビンは、被安打2本の完封で抑えたらしい。問題は、この、ブラウンセカール万能薬というものである。これがまさしく、ガルビンが使用した、ステロイドのことなのだが、開発したのは、薬の名前にもついている、ブラウンセカールという医師であった。彼は、ホルモン療法のほか、神経医学などで、かなりの功績がある医者だったらしいのだが、簡単に言うと、頭がぶっ飛んでいる。例えば、1853年、モーリシャスで、コレラが流行った時、自分が開発した治療薬の効果を確かめるために、患者の吐砂物を飲んで、自らコレラにかかってみたり、皮膚の機能を調べるために、ニスを全身に塗って、失神しているところを発見されたりしたらしい。そんな、ブラウンセカール博士が開発したのだから、もちろん例の万能薬も、自分の体を使って試している。ここからは、ブラウンセカール博士が、1889年の7月に発表した、論文の内容を紹介するのだが、若干グロテスクかもしれない。彼は、ブラウンセカール万能薬を開発するにあたって、3つの液体を使った。1つ目は、精巣静脈の血液。2つ目は精液。そして3つ目が、犬やモルモットの睾丸から抽出した汁である。それらを混ぜたものを、ブラウンセカール博士は、当然まずは自分に打ってみたらしい。論文によると、博士は5月15日から6月4日にかけて、このような液体を10回、自分の左腕などに注射したとか。その効果は、かなりあったようである。当時72歳だった博士は、研究室で30分も仕事をすると、必ず座らざるを得ないほど弱っていたという。しかし、注射を打ってしばらくすると、何年も前に持っていた強さを取り戻し、研究室でかなり仕事をしても、ほとんど疲れることはなくなったらしい。また、筋力を測ってみても、数値が向上したとか。まあ、こんな感じで開発された、ブラウンセカール万能薬を、ガルビンは使用し、実際良い成績を収めたわけである。当時、ガルビンは32歳で、ベテランの域に入っていた。成績も芳しくなく、そういった薬を使おうとしたのかもしれないが、現代の医学の見解によると、ブラウンセカール博士が主張する効果は、プラシーボ効果だったと言われている。1902年の3月、パッド・ガルビンは死んだ。資料によって、生まれた年にばらつきがあるので明確ではないのだが、とにかくまだ40代だった。引退後は貧困に苦しみ、ピッツバーグで酒場を営んだりしたらしいのだが、うまくいかなかったという。そんなガルビンは、1965年に、ベテランズ委員会によって、野球殿堂に選出される。当時はまだ、ガルビンが、ステロイドを使っていたことは知られていなかったし、パフォーマンス向上薬を取り締まるようになったのは、バリー・ボンズらが告発されてからと、つい最近のことである。むしろ問題は、こんな偉大な記録を持つ選手が、全然野球殿堂に選ばれなかったことである。アメリカ野球学会によると、1936年に、野球殿堂が創設されて以降、ガルビンと同等、あるいはそれ以下の選手が、次々と選出される中で、ガルビンが選ばれなかった理由は、死後、彼はほとんど忘れ去られてしまったためらしい。ガルビンは、バッファローやピッツバーグという、小さな都市で活躍したため、人々の記憶に残らなかったということだろう。そう考えると、遅ればせながら、彼の殿堂入りが決まった時、セレモニーの挨拶で、ガルビンの息子が言った言葉は、結構深い。父を覚えていてくれて、ありがとう、と、その時、すでに78歳になっていた、ガルビンの息子は言ったという。その時は、まだステロイドについては、忘れ去られていたままだったわけだが、まあ、ガルビンの記録と、もろもろのエピソードは、私も当分、忘れないと思う。終わり。